皆さんこんにちは。二人は仲良しのお母さんです。今回は、ともちゃん、ちかちゃんの出演はなく、お片付けの動画となります。幼稚園グッズや子供服のお片付けをしていくので、よかったら見ていってください。ごちゃごちゃになったともえちゃんとちかちゃんのお洋服や、ヘアアクセサリー、お出かけグッズ、幼稚園グッズ、ごちゃごちゃになってしまっています。ゴキブリがともえちゃんのヘアアクセサリーを狙っています。このグッズをこれから分類して片付けていこうと思います。それでは片付けていきます。はい、じゃあまずはこちらの無印の収納ケース、こちらの方は縦に重ねていくことができて、違う高さのものも幅が同じものがあるのでどんどん重ねていくことができます。こちらをともちゃん、ちかちゃんの収納グッズに使おうと思います。じゃあまずこちらの T シャツを、こちらの T シャツをこうやってどんな柄か分かるように柄の方を上にして重ねて順番に畳んで立てていきます。これが長袖です。こちらが半袖になります。ここに仕切りがあるとよりぐちゃぐちゃにならないので仕切りを作っていきます。でダイソーのヤセリア100均でよく売っている仕切りのグッズです。板が売っているんですけど、これをパキッと折ってここを挟んで、ここにスポッと入れるとこの間に仕切りができてより片付けやすくなります。長さも調節できるのでどんな棚の大きさにも合うことができます。ただこちらの板の方はこの長さで100円してしまうのでちょっとお高いんですよね。こちらの牛乳パックで作った仕切りで洋服を仕切ることができます。これは牛乳のパックを切ってここをセロテープで留めたんですけど、こちらをこうやって入れるとこれだけで仕切りになります。見た目は牛乳パックなのであまり可愛くはないんですけども、隠れてしまう部分に使うにはとても便利だと思います。長さも調節することができます。こういった感じで重ねるとこうやって伸び縮みするので、どんな大きさにも調節することができるので、この牛乳パックはとっても便利でたくさんうちは作っています。ひとまずこれで T シャツの引き出しはできました。次はスカートになります。スカートも折ってしまっていきます。ともちゃん、ちかちゃんのスカートがしまうことができました。フリフリのスカートがとっても多いです。じゃあここのスペースが空いたので、ここには靴下を入れていこうと思います。靴下の収納はこういった長い靴下とか大人の靴下は丸めてしまうとかさばってしまうので、こういう風にして折って入れていきます。こういったちっちゃな靴下は折ってもちょっとすぐバラバラになってしまうので、これはもうちょっとかさばってもいいから丸めてしまいます。そしてこの中にちょっとちっちゃな箱を用意してポンポンと入れていきます。こうすれば長い靴下と短い靴下がすぐに分かると思います。でこれもこのさっきの棚のスカートのスペースの横に入れておきます。はい、こういった感じで
スカートと靴下を置きました。問題の細々とした幼稚園グッズやエアアクセサリーになります。こちらのクリアケースに入れていこうと思います。ランチョマトです。使うコンドーム、ハッチポッケも同じ場所に入れていきます。こういった感じで幼稚園グッズは全部まとめて引き出しにしまってあります。巾着、こういったペットボトルケースとかの袋の中に紐をしまって、重ねていきしまっていきます。ヘアセット、こういったちっちゃなものはすぐになくなってしまいがちなんですけど、以前おもちゃのお片付けで紹介したこちらも100均のクリアポーチに入れると取り出しやすくて分かりやすくて便利です。で入れていきます。あとはこういうカチューシャとか、おもちゃ、子供用のサングラスだとか、子供用のアクセサリーも前がちですが、このクリアポーチに入れていきます。こうやってまとめて入れておくと、子供もどこにアクセサリーがあるのか分かるので、自分で取り出すことができます。このポーチもここにしまいます。この空いた部分にお母さんが使う靴を入れていきます。まずは母子手帳、まだ使うこういったお尻拭き、まあ、お尻は拭かないんですけど手をちょっと拭いたりするのにお出かけに使うのでこれも入れていきます。小分けにしてカバンの中に入れておくといろいろ取り出しやすいので、旅行の時とかお出かけの時とかに便利なので、これもここに入れておきます。これも巾着です。これは幼稚園で使うものなので、こっち側に、あとはこれも幼稚園で使うエプロンや三角巾もこの中に入れておきます。これはティッシュ、こういう名前を書くアイロンプリントの名前を書くグッズもこういうところに一緒に入れておくと分かりやすいです。幼稚園で使う手提げ袋、手提げの部分を中にしまってコンパクトにして、お母さんがお出かけの時によく使うトートバッグです。ここにかわきちゃんのバッチ、そらこちゃんがもらいました。宝物です。お出かけのティッシュをここに入れまして、はい、おしまいです。できました。こんな感じで、ごちゃごちゃしていた幼稚園グッズやお洋服がきれいに片付きました。はい、では片付いた引き出しはこうやって重ねて、で子供が取り出しやすい高さにしておけば、毎朝こうやって子供が引き出しを開けて、ハンカチに、自分で用意することができる。あとは例えば衣替えをしたいとき、いちいち引き出しの中から変えていくのは毎年大変だと思うんですけども、この無印のワイドケースをなぜ選んだかというと、やっぱ冬物は後ろに待機させておくことができるので、寒くなってきたらこの引き出しごと持ってきて、これを夏物と変えてしまえば衣替えが簡単にできるので、この引き出しを選びました。こうやって引き出し変えるだけでもうこの中に冬物が入っています。そしてまた春が来たら春物の引き出しを持ってきて変えてしまえば
変えてあげればいいので、本当にこの無印の引き出しは便利だと思います。先ほどの牛乳パックの仕切りの作り方を説明しようと思います。これが飲み終わった牛乳パックになります。用意するものは牛乳パック、ガムテープ、浅めになります。では作っていきます。まずどこでもいいので切っていきます。そしてここの部分を切っていきます。よいしょ。ちょっと硬いので気をつけてください。なので気をつけてください。硬い。よいしょ。切れた。パーンと割ってこれをピタッとつけるとこれでもう形になります。あとはこのちょっと端っこの部分を切ってしまって、このガムテープを、はい、これで出来上がりです。手前の方まで貼ってしまうと、重ねることができなくなってしまうので、こういう風にしてこの手前の方はあまりガムテープを貼らないようにします。これで出来上がりです。よかったら作ってみてください。すごく便利です。というわけでお片付けの動画でした。今回もちょっとともちゃんとちかちゃんは出てこなかったんですけど、よかったら参考にしてみてください。それでは。